今日はまあ1時間ぐらい10時半には終わる予定え今日って睡眠時間3時間まあお昼にねちょっと寝たけどそう死ぬの準備まだできてない全然できてないのこんばんはこんばんは AKB の新番組始まるあそうなのへえ<ー>今から夜遊びしないもう 配信終わったらお風呂入って卒論やって寝ますいや今日は本当に1時間で終わんなきゃいけないんですよえ私あの、みんな勘違いしてるけど私運転してないよあの運転席私は助手席にいたんですよ助手席おだいりサイタルおだいりサイタルは行かないですあの平日行けないです <laughs> 行きたかったけどそうたけるさんかわいいありがとう ね、yeah. いつもと違うそう一緒だよいつも来月、like、かニートじゃないバリンバリにバリンバリ,バリ,バリに働くからえ違うよだから自撮りだから逆転してるだけで彼氏じゃない <laughs> 彼氏だったらなんで3人でデートしてるのってなるやん友達です友達と3人でご飯行ってて友達のがね運転してくれててそう ね髪ね髪いや髪正直めっちゃ明るいんですよまあ染めるんですけどね違うってば彼氏欲しいけど彼氏じゃないってば女の子女の子えお揃いではないよ似てただけたまたま <laughs> かんちゃんハートありがとうあきひろまんさんありがとう <laughs> スケスケの服だけどヒートテック着てるから透けてない 染めるよこれでもブリーチしてなくてこの明るさってすごくないわたるさんありがとうハートありがとうえ待ってお味しそう田所さんパフェやんありがとう <laughs> ありがとうございますおきな結婚結婚したい結婚したいです結婚願望しかねえ <laughs> 結婚したいのよ寒いんだけど何色普通に暗くするだけもうすぐ暗くする前髪はねあ何,何日か前に切ったよその後と顔出ししてないかもしんない <laughs> ひらがなキャスターさんあひな祭りか何だっけ鏡餅鏡餅だ鏡餅ありがとうございます 新卒で頑張るわ。ガッチャンさんありがとうございます。似合う。Yeah. ファミリー席で行かないというプロポーズをやってんの？<laughs> そうなの？あ、ひしもち？ひしもちか。全然違うやん。鏡餅じゃないやん。ツーさんこれ何？桜餅？桜餅ですか？いいな。和菓子食べたいな。ありがとうございます。 ひしもちね <laughs> そのおじさんハートありがとうございますなんか知らんのかいありがとう <laughs> あ桃のえすっぴんじゃないよめっちゃ化粧してるよでも今日あの何なんだっけあの照明照明がないから部屋の電気なんだよねそうだからねちょっと漏れないですね 部屋の電気しかないあのスタンドがないからそう光が入ってここれ持った方がいいのかなあほらほらほら光がやっと入った <laughs> この姿勢の方がいいのかなこれマイク塞いでるかももざった嘘髪染めてないよもう色落ちしてるだけえずっとね車の BGM ドラえもんのシリーズかかってたそう そうね電波弱いんですよ私の電波。あ画質が悪い？えそうなんか電波電波の弱弱いのマジでうちここどうどうどう良くなった？良くなりましたか？ テンパ良くなった頭テカテカじゃないし推定70万のらちょっと待ってねリップ塗りリップ唇が乾燥しすぎてリップ塗ります こんばんはこんばんばは w i f i という電波の箱が必要でよ確かにね欲しいんだけどさいっぱいルてないそんなこと言ったら持てないですからねなんかねう電波がほんとにやっぱり唇マジでヤバいんですよ荒れまくり髪の毛明るすぎない ギャルやん <laughs> こんなんギャルやん清楚になりたいと思いますそろそろ染めて今日黒目でかくないカラコンしてないけど <laughs> ギャルなんですよでもちょっと会社のあれに会う会社の人に会う機会とかさあるからちょっと暗くしますリングライトないの今私ねあの そう私今実家なのでないんですよねそうリングライト置いてきちゃった髪色好き本当ちょ,ちょっとちょっと暗くピンク入ってないピンク全然入ってないよお兄はいません さんありがとうございますハートありがとう洋服は今日はえっと今日焼肉食べたから汚れても大丈夫スタイルです <laughs> 汚れてもいいようにえ本本の初見初見じゃなくないえ社会人にしてちょっと明るいと思うわかんないけどさすがに1年目でこれはダウなのって感じじゃない焼肉で昼 昼もんじゃだから <laughs> 汚れてもいい黒を探してきたからって感じ今日は今日はお昼にまあそのヨセちゃんとヨセちゃん高校一緒なんですけど高校の高校の子3人で遊んで夜も高校の子と遊びましたご飯食べました スタインデブルえでもまあそれはじゃあし,なんかしばらくたってから明るくするにしてもえー、何これ <laughs> びっくりした山中坊主さんありがとうございますびっくりした何これ玉手箱みたいなありがとうございますそう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  <laughs> めっちゃびっくりしたこんばんはこんばんはびっくりしたもう急になって画面にパーンってきたきんさん <laughs> そ,うそうそうそう本物の出勤だってさ前ショールーム来てくれとったもんね名前見たことあるもん私リアクション天才よなほんまに <laughs> 可愛くないいいんですいいんですいいんですいや次も で次から可愛いリアクション頑張るってばな合コンなんてしたことないってば <laughs> しっぽさん結婚してありがとうございますおだお、ま、た来たあここに入るあここに入れるのあそういうことここに入るってことあすごいええ <laughs> ここに入れたらよかったんだそういうこと今気づいたこういうことはあそういうことか

あのー、あったんですよコンペイと床に地面に転がってた次ちゃんとい頑張る頑張る <laughs> コンペと時間あれか時差があるんこれこの辺にういうか床に床になんかお来たやったあいいじゃんいいじゃんエ <laughs> いエ行けたみんな行けた行けたこれ行けた臭く,くないどうですかありがとう <laughs> さんコンペイトありがとうマチュさんにありがとううそうち行けてたよめっちゃ完璧だったでじゃあんか床に落ちてたっていうかあのあのあれ調停遅延モードにしたらいいんじゃないあなんかほんと砂利道のところにコンペイトーの形の石みたいなのがいっぱいあったんですよだからコンペイトーだって言ってあの 集めてましたアニメーション設て、あなるほど切ってたんかじゃあ見れんかったねコバンさんありがとうかわい,いありがとう食べてないよ食べてはないですけど食べてはないユッキーナの部屋物置にはなってないいまだにユッキーナの部屋のままけどまあ不用品置きにはなってる捨てます掃除します <laughs> カバケはないカバケはないですおっここがこ,れだあここがここだここだいったすごいいけたい <laughs> けてたいけてたすげー必死みたいごめん先生さんありがとうございます嘘。そいけてたって嘘でしょ そうでしょ優雅なモーニング」ヘイヘイ「この世界にいなくヘイヘイスヌーズは騒がしい」「でもでも魔法使いは見てるもん」「お姫様にしてよ」「ほら白馬の手渋谷を駆け巡ろうよ」「膨ーンを感じて眠りにつこう」 ガラスの靴は片方だけない何に残した全員ひろいいからちゅんちゅんさんコンペイトありがとうございますつーさんもコンペイトありがとうございますコンペイト,ペイト V ミーチャンモチベやばいよね <laughs> 休みやだ <laughs> 来てるここだここだよこれいけてるんかねいけるんかね惜しい嘘って無理だもん私ムすごい変な,なんかね着物のケースのとこに置いてるんだよ無理だ無理だ無理だ時差時差よ減らしてごめんなさいラベちゃんありがとう <laughs> 私いつもさ画面に近いんですよね顔が。

ショっトさん、ありがとう。キュンです。ポケットからキュンです。あ、寒い寒い寒い、お腹痛くなってきた。<laughs> あ、そっか、のじのじさんだって言ってる、めっランニング頑張ってるもんね、東京マラソン。頑張って、ミルテン、そう、カラオケにないの。耳、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 耳。ね、みんなさ、十時二十分になったら、教えて。ほしいな。 10時,10時20分になったら教えてくださいどこで配信してるんだ実家見るってあるの嘘。こたつないのかっちゃんさんお疲れありがとうおしおりん推しそう10時20んカラオケに このショールームのカラオケにはないんだと思うなんかあるんですかお風呂に入る秋田の聞いてからハマった <laughs> ハッシュタグ見たんなんかめっちゃ聞いてる聞いてくれてると思って聞いてくれてるとアニメ線私運営みたいな目線になっちゃった IQ は0以下でラビューラビューラビュ そう起きた <laughs> ここかでき生きてるなんでピースするんやろなんですぐピ,ピース以外のポーズは知らんのか行けな <laughs> 起きた <laughs> 行けてんのかなこれ無理だな遅い <laughs> 首埋まるんやけどどうしたらいいピ,ピース以外なて。 ピースピース、おひなさんも絶対ピースせんよな待って待って <laughs> あっほんまスクショできて絶対でもさスクショできても顔がダメだよね多分何てさんありがとう <laughs> にしちゃんミラーボールありがとうお上品にごめんなさいご上品になります今度からたけるさんありがとうあこうしたて両手くこういうこと どうしたらいいんどこに置いたらいいんちょっと待ってねここあっダメだな無理ですねあ顔小さいしか褒められるとこないんですよ私ありがたいことにありがたいことに顔し顔が顔小さいねなんかその昨日友達と遊んだんですけどそなんかお互いになんか「なお <laughs> 顔小さい」ってよく言われるよねみたいな話で盛り上がりました 共通点、顔小さいいみたいなやっぱこの位置が楽私は近っ10秒後行くよ待ってそんなそんなことあるそんなことある10秒後行くよここかこの辺かきっとこの辺だろう違うかもっと下かこの辺 <laughs> ああここだ <laughs> これ来てるんじゃない <laughs> 来た <laughs> <laughs> 来た。<laughs> 何この遊びみたいな <laughs>。ダンさんありがとう <laughs>。来て来てたよね。今。インカんじゃった。本当大成功やん。じ <laughs> さ、でじさもみんな減らして頑張って。 なんハッシュタグ何の時間 <laughs> 初？初見です初見です今日初見なんか多いこんばんはあれかな昼間だ昼間だからかな俺も行くぞ構えて待っ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 てはい待ってここだ待ってぴったりめっちゃぴったりめっちゃぴったりめっちゃぴったりすごいぴったり超ぴったりどうしようめっちゃぴったりめっちゃぴったりめっちゃ見たみんなめっちゃぴったりじゃなかった？<laughs> <laughs> め,っちゃめっちゃぴったりちゃったね <laughs> イエーイ <laughs> ツーさんありがとうランさんもありがとう <laughs> ほら超遅延モードにしたら揃ったでしょ <laughs> 自分でスクショした方がしつったら多分画面消してしまう気がする私 アイマスクみたいな嘘でしょ本当岡山弁美ちゃいほんと俺スいンもうさなんかもうみんなもさ慣れててさかわなんか方言可愛いねって言ってくれないのなんかもういいよヤッキーな方言はみたいなあスクショテーてやったヤ <laughs> ッキーな呼び込んでる時にはもうマジか私今もう点差だったんだけど私からの画面を見せてあげたいみんなに本当に 何年見てると思ってるの何をでも何の話してたっけ私うん何の話してましたっけ <laughs> 何の話しちったっけあ方言の話だそうです方言の話ですそうですそうです高広さんありがとう方言 <laughs> おっとおっとユキナの漢字が誰や誰だ誰だそれはあれですよ私の名前を登録してないんでしょ辞書に 今すぐ登録してきなさい命令だ <laughs> 地方書<症笑>やばいってみんな早く登録してくるのだ <laughs> でも今大反省して大反省してあの今日の私があのストーリーに載せたよせちゃんみたいにあの反省動画撮ってください <laughs> 反省動画撮ってください な並んでいつも出して <laughs> 分かるそうなんや誰よもう感じが結納だっとるやんこんばんはこんばん歌ってる君が綺麗ちょっと泣いた縮まることのないこの距離が眩しかったね私さだって2年間ぐらい黒髪でいたんですよもう黒染めしてさ 真っ黒ののりみたいになってさ黒染めしてさ何回黒染めしたのか黒染めしてたんで黒染め入る時に黒染めしてさ <laughs> 久しぶりに茶色になって友達に赤抜けたって言われました嬉しかったです昨日スパークルやばくないスパークルとアスタリスクをずっと聞いてる寝た黒髪信者」 にしちゃんコンペートありがとう黒に見え全然めっちゃ茶色なんだよ私さあの本当に茶色くなっちゃってまあ染めるんですけど今後もうちょっとしたらえ夏美よしマジちょっと誰か語ろう <laughs> 語ろう語ろう会社の話のここを出して頑張るきち,ちょっと言わんかなにしちゃんありがとう元の色はね真っ黒です私すごいえ私アクセントもいいよね もうさキレッキレだったコンサートの時しかもあの夜,え夜公演見た人いるかな夜公演の時の,その,その,その私アクセントの前にこうソロダンスコーパートがあるんですよねみんなのダンスパートみたいなダンスブロックなんていうのその時の最後の,あの最後のしおりんが夜昼も爆弾だったけど夜が特に爆弾だったんですよ。も <laughs> ってなったのやばいって思って。 バクイケしおりやみたいなやばかったえ、ね、スパークルねほんまやばいよねバクイケ早口とか言わんでやめてオタク特有早口になっちゃうんだからちょっと昼もよかったよもちろんえっねっ夏海いいよねねっねっやばかったよね 夜が特にやばかったよねそうなのチーターン呼びねおまた来たいとけまたピースしちゃったいけ,いけ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 もう遅いかな <laughs> <laughs> 私リアクション大きいにしちゃんありがとう久しぶりですね元気だよ元気でした元気にしてます最近元気です もうなんかさ明るくなりました性格がまあ、ネガティブはネガティブなんですけど <laughs> ね遅い怒らないでよ私もで、私的にはねちょっと聞いてあのみんなからしたら遅いって思うじゃん私はもうパッてきた瞬間にハってやってるのわかるこの私はもうねコン,れコンマ0.2秒ぐらいでフって移動してるからねこっちこっちとら フ <laughs> そうこっち取らんスクショスクショしたら絶対画面閉じちゃう <laughs> そう深夜バスのぞみサンライズ号と何が何が何の話ですか <laughs> フォローしてありがとうフ <laughs> ショールームまあ3月えもうみんなどうするみんなもう1ヶ月切ったんです私もともと3月いっぱいっていうあの一応そのつもりなんですけどまあ会社次第なんですけどまあそれでも多分やる頻度は多分相当減るもしできるとしても減ると思うんですけどどうするもうみんなもしかしたら私全部アカウント消しちゃうかもしれないよ <laughs> なったらもう1か月以内でもうバイバイかもみんなああ,あ,あ涙がそうなると涙がやだんいいんかいいんかい愚痴 <laughs> 近況送られてきたことない <laughs> 絶対耐えられなくないでしょ言うてみんな私がさ田舎すぐ忘れるんだからすぐ「だいやいいもう誰誰ちゃんのとこにしよう」みたいな「退職 <laughs> 退職」退職 <laughs> もうやばくない元気だな会場であったら語りにかけて語りかけてください <laughs> えでも私社会人になって私も十12時には寝るから絶対にわかんないけど4週間後が近づいた <laughs> もう私4週間でさ社会人になるんですかやばくない私は就職をしますどこでしどこの会社とか何かとかは内緒です内緒ですがまあでもまあやっていけるでしょううわっ今来た <laughs> またとにキスしちゃった。 やったーきたーきたほらたーほらほー早の <laughs> あ留年もしかして単位の計算間違ってたら留年するかもおー来たいきたき <laughs> たーみぴったりぴったりやった <laughs> うん本当にめっちゃ超スピードなんだけど私超スピードでねうすすってやってる <laughs> ちょちょっっとと待ってねにしちゃんありがとうごめん先生さもありがとう <laughs> 嘘遅かったそんなわけないやんそんなわけないでしょゴールデンウィークまで頑張る <laughs> 頑張る頑張るでももう人暮らしはもう余裕だから絶対大丈夫 でもも寂しいかもみ,んみんななんか大学の友達会えないって思ったら寂しいみん,なも寂みんなのことも寂しいよ <laughs> 寂しいけど共同経営の会社作ったのみなとみらいにすごっじゃあ困ったらそこに就職します <laughs> <laughs> ついついでたないそんなことないからそんなことないから5月病になっちゃうかなそうだよ夜更かししなくなるからすやすや眠っちゃうよキープ <laughs> キープじゃないってばそんなことないよ えね、本当に寂しいなんかさみんななんか大学みんなバイバイなるのどうしたらいいと思うねみんなとバイバイしたくないんだよ私はなんか寂しいんだよねどうしよう <laughs> 寂しいなしかもさ最後さコロナでさ全然さあの 全然だったからさ遊んだりとか絶対ロスになる嘘でしょ嘘でしょ「優雅なモーニング <laughs>」もう私さ本当にさ「嘘でしょ」ってをを発言をした瞬間にお宅のお友達とかだったらもう絶対「優雅なモーニング」はって歌っちゃうんですよねどうしたらいいと思う分かればあれば,あればでえでも出会いだってさそんな社会人なんかそんな あれやんだってさみんななんか社会人なんかそんな大学みたいに遊べないじゃないですかそうそうでしょう反応しまし <laughs> そっち <laughs> そっちねそう寂しい。じゃあ大学の人たち大好きだから意外とこれでも。 これでも大好きなんですよでもねだでもね友達少ないから私そんなにそうだよね会社の人とねだって毎日ほぼ週,週5とかで会うってことだもんね髪の毛だいぶ伸びたこれで振り,振り袖な袴もかまもんかいろいろアレンジちょっとはできそうかな 確かに土日とかそういう休みとかはねそう量より質。まうきのちゃんきのちゃんもだってきのちゃんきのちゃん遊,び遊んでくれるかな遠くてもでまあ落ちりんはオちりんは院に行くんですけどあす多分暇だから多分遊びに来てくれるかもしれない分かんない <laughs> 来てくれるかな 私が行けってか <laughs> どうなんだろうねなんか意外とさバイトの方が学生の方が時間は作りやすいじゃないですかウフ西ちゃんありがとうございます 陰性忙しいけど多分おちりんなら時間を作ってくれるそう私おちりんならそう時間を作ってくれるか大丈夫 <laughs> 同じ同じところに引っ越す子えいないいないかもなわかんないみんなの場所就職場所知らないんだよね <laughs> そう あんま知らないでもさほら大学だったらみんなほら大学の近くとかに住むからもう「えちょっと今から会わね」とか言って <laughs>「パリピアンはこんな会おうよ」とか言って会えるじゃないですかでもその同じ方のに例えば就職するって言ってもさちょっと遠いじゃないですかその会社の目の前に住むわけじゃないからさだからさ 遠いんですよねっ鍋ちゃんありがとう遠いんですねこれがようけっぱりじゃない違う違うそうネットフり見ようってできないのできないんですよ超みんな近くに住んでる会社どこなの言うもんか言わねえよ <laughs> <laughs> かっちゃんさんありがとう言いませんうんそう寝り見ようってできないだってさじゃあ怖いの怖いの見るってなった時にさあの一緒に見ようってできないじゃないですかえ私たちの学校やばいよねだ,ってだからささ私がさあの 一人で見ることになるわけじゃないですか一緒にだからそんなもう怖いのを一生見れなくなるわけですよわかるこれは一大事ですよパク・ジフちゃん誰音女音女役オンライン視聴会 <laughs> 確かにカレピ作るのが一番早いよなそうしようそうしよう <laughs> そうしようとか言って。 そうしよう台湾よらしさんハートありがとうございますえ恩女めっちゃ可愛いよなあもうもうなんか私がも付き合うよって言ってそう簡単に作りたいと思いません無理です <laughs> そんな簡単にはいきませんねそうできたら私だって、ね、うんそうしてるわ <laughs> そうしてるわんインスタルーンのめっちゃお女じょかわいい審査するので報告してくださいこのこのこいつで大丈夫かって <laughs> <laughs> 審査みんなのみんなの審査通らんと私誰とも付き合えないんですかこの今 今何,何人見てるか分かんないけどよ40人ぐらいいる分かんないけど <laughs> 4月から私が初出演さんの会社に入社する世界線はどこですか分かんないよまだもしかしたら来るかもよ私 <laughs> リアルじゃないリアルでちゃんと見てる人はそん,そんなぐらいじゃない分かんないけど 参加するつもりないもう誰でもいいって <laughs> <laughs> でもさあり得るよね全然誰かの会社に入社することなんてさね全然あり得ると思うよ ここんばんんんばばははそれこそ今日とか久しぶりに高校の友達に会ってさ就職の話とかしてさなんかそうその友達も1人暮らしをね初めてするみたいなんだから何気をつけたらいいとか言って「これを必ずした方がいいこれを必ずした方がいいこれとこれ見た方がいいよ」とか言って話しててもう社会人ですねもうすぐ。 えっと、おたいたいどうする?。え。語る <laughs>。語る。語る語る。一日でこの、<laughs> やば<っ>。<laughs> え、一日目で私ね、心細くなったことないんだよね。ないないない。こんばんはー。 あー洗濯ねめんどくさいもんね <laughs> めんどくさい私はならなかったなホームシック超絶イケメンいたらどうするえっと、まあ、超絶イケメンとかタイプの人がいたらなんかはっ,ってなる <laughs> こういう感じ 分かるお皿洗い超めんどくさいなんかさそれこそ SNS に載せる人たちってさなんかさいるじゃんなんか私の暮らしって犬か意識高すぎてさ <laughs> そんな無理だよリアル無理無理,無理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 そんな意識高い生活載せないでって思います今何分ですか皆さん今何時何分 目がもうハートになっちゃうにしちゃんありがとうえっ、ー、お皿洗い手荒れるけんねややご飯はねご飯確かにめんどくさいあー実家にでもさなんか珍しい名字だとさそれこそなんかさよくある名字佐藤さんとかさ山田さんとかさな,なんだっけなんかはさ百均とかでハンコ売ってそうやん カマチなんてさ売ってないのよ犯行ね意識高いよなあんなん多分あれやで絶対嘘やって一回わざわざさ TikTok 撮るためにさめっちゃ掃除してさな <laughs> 単売ってないねわかる本当にねそうだよねあじさんも売ってなさそうあかっちゃんさんも売ってなさそう <laughs> そうえかまちまずかまちないしあっても行けとかだしみたいな売ってないだからもしあの100均でアルバイトしてる人いたらあのかまちを作るように言ってくださいはどこにでもありそうちちさん <laughs> あ,あ漢字違いが見つかるいやまず「鎌」っちないよ普通に置いてないなんかあのカマ「鎌」「斧の鎌」の方何はあるかもそう鎌田さん「鎌」なんか「鎌田」って来てるからこうなんかなんかさ「鎌田」って来て「次や!」って思ったら大体ないんだよねそう次なんか「か」神「神神神屋さんになるの大体。 わかるあのわかるかまたかまんか大体2個ずつぐらい並んでるやん「かまた」って来て「神谷」みたいななっちゃうんだくそんああ売り切れでねなるほどねあそれゆえになるほどねそう マジでそれがね、ほん,ほん犯行が一番困りますこの珍しい苗字は珍しいのかなそんな珍しくないのかなやっほーやっほー <laughs> さっきぶり <laughs> 昼ぶり <laughs> 蒲田駅ってあるよね、確か岡山二十人くらいしかいないらしいほぼ、ほぼ ほぼあれやん私たちやんハハ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 そうなんだよねカマンベールチーズってまだハンコ反抗見たことないもんそうなの困る困る京急鎌田東京に聞いたことある 降りたことない蒲田は何がある駅ですかだって寒いよ丸 <laughs> に治ま確かに治安悪いのそうなん日本工学に聞いたことある羽田空港 羽田羽田羽田ってさ何県ですか？神奈川県ですか？千葉県ですか？成田が千葉？成田が千葉かな？どうしようかな今日もそうそう終わろうかな十二分だって。あどこま どこまでも果てしない空だらだだだだら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 ,だら,だらじゃこれなんか違くないこれこれ成田が千葉か成田があれだよねなんか格安航空とかある方だよね確か違ったっけ 東京都大田区大田区わかんない東京,は知らん東京は知らん東京は知らん秋葉原しか分からんそんなことはないけどね秋葉原渋谷原宿高輪ゲートウェイ鵜久石谷新大久保目黒恵比寿中目黒目白 にはあのショールームで学んだからあ浜松町で聞いたことあるあ品川はいはいはいこれだって CM でやるよねえどこまでもどこまでもあお茶の水ねお茶の水あ水の知ってます知ってますあ日暮里知ってますよいやなんか私ねなんかさ地図見るの好きなんですよ路線図とか覚えないですけど そうそうつたやって読んでねみんなからすごいバカにされたあ吉祥寺知ってますよのノめでしょそれ読めるかな私国分寺岡山にありますよ国分寺オレンジなのオレンジバレちゃうよ見晴レ <laughs> えっと「有楽町」 ななんだっけ、ね、私どこどこ行ったんだっけねあのあれだ東京ああ何だっけ東京駅ね違うな御徒町御徒町でまつげパーマしたことありますあのレッスンで東京をずっといる時にまつげパーマ行きたくて探して御徒町のまつげパーマ行きました、うん <laughs> あそう田かまちに聞こえるよねマジで岡地 <laughs> 町,町駅岡地町そう岡町駅そうア横何え岡お町駅から徒歩3分とかぐらいのとこであのおみちゃんとまつげパンマ行った <laughs> 一緒に <laughs> あのよよじゃピアーリーナ直前ぐらい <laughs> あ、違うだっけうんそうかなそうかもあ菅も菅もなんかあれでしょなんか街でしょなんか街でしょ <laughs> テレビで見るやつ青梅絶対違う浅草浅草行ったことあります私さ東京どんくらい行ったことあるんだろう 待って行ったこと降りたことある駅探そうみんな乃木坂駅降りたことありますお梅お梅って読むお梅は何おばあちゃんの原宿えそうなんや門前仲町何聞いたことありそうでないあり,そうなさそうありそうなさそうありそうな池袋あるあるある六本木ない 町田八王子ない戸戸越銀座ない秋葉原はある豊洲はない上野はある有楽町もある門前仲中町なん中目黒ない恵比寿あるガーデンプレイス行ってみなくて行った写真撮った 八王子ない新木場荒木場新木場じゃないない原宿から渋谷ある長福町永福町神田明神ある小岩新小岩名前は知ってるない自由が丘ないどこもないがないみなとみらいない高輪揚げてもない新宿はあります 表参道もあります。永福町。天皇ザイルってあれじゃないあのー、マジムリン学園のやつだったらあるかも。そんぐらい、多分そんぐらい、もう全部出た。亀戸亀戸亀戸,亀戸,亀戸もうない。多分もう私が行ったとこ全部出たわ。わかんないけど。成績桜ヶ丘。 違う新宿三丁目駅ってあるんですかあ下北沢もねあるよ下北沢はあのカレー食べました東京旅行した時にそうカレーカレー食べたでねカレー屋さんのやつねずっと私の LINE のトップがです <laughs> なんかしなんか LINE ねラインの、ね、トップがとかさ変えたいんですよ何がいいと思うみんな <laughs> 変えたいのラインのトップがもうずっとそれ変えたいんだよね私東京制覇したもうだってさ渋谷原宿新大久保行ったら大制覇でしょおでん <laughs> 電気やだわーちょっ電気エドントップがにしてるのやだわー 自撮りやだやだやだ絵は、えー、読めない何群畑群東京特別23区えー、でも私ね全然なんか遊んでないんですよね遊んでないうんなんか東京観光した時にとか「戦畑」って読むんだへえ知らなかった お台場もないな私な私い行ったことない奥多摩でもなんかさやっぱさテレビでさあ行ったことないけどなんかテレビで東京やっぱさニュースいっぱいするやんだからなんかね街を覚えちゃう,そう,そうお二20分なったってことでじゃランキング読みたいと思います。 ランキングをじゃあ読みますね。お風呂に入らなければならないので。そう。そろそろね、親が寝る時間なので <laughs>、やめなきゃいけない <laughs> じ。実家ルールが <laughs>。実家ルール適用中 <laughs>。そうなの。今、これ。 今ここ私ね w i f i の関係でさそう親の寝室なんですよねここ実は。<laughs> <laughs> ということでランキングを読みますそうなのじゃあランキング読みますね きます13位、きのじいさんありがとうございます。十二位、みやひさんありがとうございます。1一位、おっちゅんちゅんさん、お尻を支えたいありがとうございます。10位、平仮名キャスターさんありがとうございます。九位、しっぽさんありがとうございます。8位、やまねこ坊主さんありがとうございます。7位、なべちゃんありがとうございます。六位、つーさんありがとうございます。5位、田所さんありがとうございます。 4位、ゆういちろうさん、ありがとうございます。3位、ごめん先生さん、ありがとうございます。2位、にしちゃん、ありがとうございます。1位、なんさん、ありがとうございます。イェーイ。ありがとうございます。また、近々多分、すぐ配信します。もしかしたら、明日できるかもしれない。ので、またします。ってことで、 ありがとうございました。バイバイ、皆さん。バイバイ。